この鏡、良くないわ。見ていたくない。どうして？鏡ってね、人がずっと凝視というか覗き見るものでしょ。住んでいた人の信念がそのまま焼き付いて固定されていることがよくあるのよ。確かになんだか誰かに見られている感じがするね。映っているのは私なのに。今鏡に私と中島さんが映っていなかった。周りに幸子と篠原さんが見えたような。気のせいかな。この鏡良くないわ。見ていたくない。床に血の跡があるわ。乾いてカピカピだけれども、どうしてこれ拭かなかったんだろう。幸子だけじゃない。ここは精神科の診療所をやっていたから、いろんな霊がたくさん集まってる。
女性が診療も行っていたんだわ。大丈夫かな？大丈夫？ええ、板が腐ってて危ないよ、この階段。気をつけて、周りに手をついて上がろう。不思議だわ。そもそもこの家って存在しないはずなのに、あるものすべて触れるし、手にも取れる。家自体が霊っていうケースもあるとか何かで読んだことがあるけれど。大丈夫？委員長。お父さん。お母さん。お母さん。Thank you.
木でできたこの家の床を革靴で歩くような音。誰かが下の階にいる。私たちは顔を見合わせてゾッとする。足音はさらに階段を上がり始めた。上がってくる。隠れなきゃ。私たちは慌てて近くの部屋の中に身を隠した。少し開いた部屋の扉から階段を見張る。何かが歩き回ってる。もうやだ。プレッシャーの連続に私は癇癪を起こしてしまった。すると委員長がそっと私の手を握って、中島さん、しっかり心を強く持って、天神症の経験を利用してやろう。弱った隙につけ込まれたら簡単に克服しちゃう。分かってる、ありがとう。至るところに幸子の写真が貼ってあった。とても愛おしそうに。幸せな瞬間を捉えた写真。そこには被写体の篠崎幸子に対する愛情あふれる母親の目線が切り取られていた。あ、何これ。たくさんの幸せそうな写真に混じって家族3人の写った写真だけは異様だった。よしえの多分夫であろう男性だけ顔をボールペンでぐしゃぐしゃと塗りつぶされている。きっと幸子の父親だよね。どうしてこんな。部屋を見渡すとこの男性が写っている写真だけは
全て同じことになっている。中島さん見て、あれ、あ、あれ、おまじないの。部屋の一角、神棚のような高い位置に幸せの幸子さんで使った紙人形とそっくりの片代が祀られていた。八田の鏡を模した御神経の前に置かれた片代、奈穂さんが見つけたのはこれね。憧れだった奈穂って人とは天神症で辛い別れになったそう。委員長が悲しそうな顔をする。片代の前には茶色く変色した正方形の和紙が置いてあり、墨で儀式の手段が記されていた。幸せの幸子さんの原型だった。この儀式を行って死が天神書を作り出したってこと？二人とも生きている時に？どうして？何なのこの儀式？何だろうこれ。壁に0から9の数字を押し込む6畳のようなものが埋め込まれているのを見つけた。どれ？これなんか金庫っぽいよね。適当に押してみたけど反応がない。丸い錠の端には右回りの矢印が描かれていて、錠全体が少し回るようになっていた。回転させると押し込んだ数字が全て戻りリセットされる。そして文字盤の周りには幸子の生前の写真がたくさん貼ってあるか。これ吉江が設置したものだとしたら幸子に関係ある数字だとか。そっか、案外単純にそうなっているかも。人が利用するものだから忘れないようにそうしている可能性もあるしね。幸子に関係ある数字か。語呂合わせでいくつか試しに押し込んで回してみたけれど、ことごとくカチャンと軽い音がしリセットされる。サチコ、天神症を生還した私たちは何か知っている情報はない？壁の錠のある部分が小さな隠し扉になっていて、錠自体がノブ代わりとなって手前に引くことができた。あ、しゃがまないと入れないくらいの隠し扉の奥には地下室に降りる階段があった。あ、雲の巣、ほこりもすごいよ。どれどれ見せて。倉庫かしら。懐中電灯で地下の様子を照らしてみても、下の階は意外と深い位置にあってよく見えない。あるはずのない建物の、あるはずのない隠し通路か。危険度は最高レベルね。私たちこの世じゃない場所の入り口に立っている気がする。委員長がまっすぐに私の目を見つめる。怖いんだ。でも言いたいことは分かってる。たとえ恐ろしい運命が待っていたとしても、これは私たちが喉から手が出るほど欲しかった呪いの真相への入り口、新しい世界への扉。引き返したら一生後悔する。
私たちは顔を見合わせて地下に降りる決心をする。おそらくこの先はナホさんも到達していない領域だわ。気をつけて中島さん。何が起こっても気を緩めちゃダメよ。さっきの足音、やっぱり何かが歩き回ってるんだ。2階に来てる。中島さん、地下に行こう。私たちは逃れるようにして隠し扉の奥へ入った。木でできた地下への階段はより一層老朽化が激しく、ミシミシパキリと折れそうな音を立てる。恐ろしいのをこらえてゆっくり一段ずつ降りていくと、やがてジメジメした地下室に着いた。大丈夫？足元にいろいろあるわ。気をつけて。うん。真っ暗でよくわからないけど、委員長の懐中電灯でチラチラと照らされる地下室の内部には、そこら中にガラクタや本が散乱していた。机の上には山ほどの本やルーズリーフ、紙の資料、科学実験室にあるようなビーカーや三角フラスコなど、まるで科学者が研究か実験でも行っていたかのような散らかり方だった。あれは何かのケース？委員長が離れた机に置いてある古びた紙に近寄っていく。私も、中島さんにも明かりが必要ね。そこ、ノコギリの刃とか工具が机に置いてあって危ないよ。ごめんね、ちょっとそこで待ってて。能力者一族系譜の図？これは家系図ね。何？能力者って。篠崎、三船、島村、三田、長尾。この名前、そう、あながち嘘でもないのです。明治後期にたくさん生まれた念写、千里眼といった能力者たち。有名な千里眼事件の三船千鶴子や長尾育子、あの先人たちの能力の真偽はともかく、超能力が科学に負けたあの宣言から後も、能力者たちは野に伏せながら自らの力を錬成し続けているのです。能力者、じゃあ吉江の家も超能力者の家系なの？こう調べた通りだわ。男子に恵まれなかった篠崎家は、その母方の家と血を継承していくために婿養子を取ってきた女系の家。このケースの中に吉江と幸子もいるはずだよね。あった。やっぱり吉江もその母親も竹から婿養子を入れて血をつないでいるのね。当主の名は聖夜。吉江の母親はラッキー、長女なんだ。兄弟に男子もいない。レッドなのね、ヨシエは。死を霊になってあれだけの力を持つのもわかる気がする。ラップがすごいな。そして婿養子に入った父親は例外なく急死している。まるでこの家が篠崎家以外の血を排除しようとしているかのようだ。妹として迎えるにしたって、結婚するからにはきっと愛情だってあるはずだから。お父さん息してないよ。あなた、あなた
にこれは行うべきではなかった。なんて強い霊障。篠崎かなえ、ひろひと、あやと、これおばあちゃんとおじいちゃんとお父さん。そういえば入り婿だったおじいちゃんはお父さんが生まれてすぐに亡くなったって聞いていたけど、篠崎家当主の3人の娘、その三女から派生した枝葉にかなえおばあちゃんが。名前で嫌な直感があったけど、私の家族が吉江や幸子たちの家系とつながっていたなんて。能力？能力って何？ねえ、何かあったの？暗くて怖いよ。ごめんね、すぐそっち行く。ちょっと危ないけど、私のろうそくあげるよ。委員長が古びた紙を手に持って震えていた。どうしたんだろう。ブック・オブ・シャドーズ。委員長、大丈夫？委員長が部屋の一角を凝視して固まる。目を丸くして異様な雰囲気。猫が部屋の一点を見つめて動かなくなるような。そこに何かいるの？音を聞いているの？心配というか怖くなって、私は委員長の体を掴んで揺さぶった。委員長、どうしたの？けれど彼女はすっと手で私を制し、ゆっくりと立ち上がって凝視した一角に向けて歩いていく。そこは一見して周りと変化のないただの壁だった。前に立った委員長はしばらく凝視した後に急に壁を破壊し始めた。老朽化しているので壁の板は簡単に壊れていく。腐食した穴に指を入れて力を入れて引き剥がすと、板はすぐに短く折れて床に散る。折れるとまたすぐに指を入れて板を剥がす。しばらくすると壁には大きな穴が開き、穴の向こうには隠れた空間があった。押し入れ程度の狭いスペース。そこには黒く分厚い本が置いてあり、ブック・オブ・シャドウズ！どうしてこれが日本に？委員長、どうしたの？この本、何？間違いないわ。これはね、暗黒の書、ブック・オブ・シャドウズ。お姉ちゃんに教えてもらったんだけど、血塗られた歴史の裏に隠された闇の書物よ。お姉ちゃんに教えてもらったんだけど、血塗られた歴史の裏に隠された闇の書物よ。魔女狩り？そう。犠牲者の数は4万人にも上ると見られる。集団妄想における迫害殺戮とも言われている。当時悪魔と契約したとして、
魔術を使った容疑をかけられた人はね、教会や民間による裁判にかけられて、ひどい拷問にかけられたり処刑されたりしたの。とても残酷な方法でね。自然災害や貧困にあえぐ市民たちの不平の吐き口として、権力者たちにもスケープゴートとして利用されたのね。主に生活の不安定な地域で苛烈に行われたこの悪臭に、容疑をかけられて殺された犠牲者はほとんどの場合が意味のない言いがかりだったんだけれど、実はその中には、実際に動的魔術を使いこなす能力者たちも本当にいたのです。能力者？動的ってことは、ほうきで飛んだりとかの魔法使い？嘘！にわかに信じがたいですね。でもね、あゆみちゃんには知っておいてほしいのです。科学的に説明がつかないパラノーマルの存在を。お姉ちゃんの研究のこと知ってるから、自然の法則とか魔法の本質が祈りであるとか、そういう力のあることはなんとなく想像できるけど、それ以上はファンタジーだと思ってた。私がウィッカの道を目指した時に、お父様たちが猛反対された理由にも関わってくるのですが、まあそれは篠崎の家のルーツにも理由があって長くなるから、これはまたいつか話しますね。うん、魔女というのはすなわち村の賢者でもあったから、書生にも長けていたのですね。彼女たちは迫害を逃れるため、一切の力を隠して生きてきたので、実際の能力者の大半は処刑されずに生き延びたそうなのですが、その後魔女禁止令が廃止された後でも、殺戮の強烈な記憶からむやみに力を使えない風潮は続いていたため、その力は使われないままに日に日に薄れていったのです。魔女たちは長い年月の歴史で培った代々伝わる魔法の術が、このまま無意に失われてしまうことを恐れたのですね。力を後世に継ぐため、その秘術を事細かに記し始めたのです。その集大成がこのブックオブシャドウズ。何人もの能力者の手を渡り、海底に海底を重ねて神羅万象を操る魔術の極意が収められているという、ウィッチクラフト英知の結集。怪奇神話に出てくるアルアジフという魔導書の存在はフィクションと言われてるけど、人づてに存在を伝えられてきたこの本は実際に存在するって、研究者の間ではまことしやかに語られてきたものなの。白魔術、黒魔術とたくさんの秘術が記されていて、中には禁忌とされる邪術も含まれているんだって。邪術って危ないとか？うん、だから素人による悪用や事故を防ぐために、門外不出の書として代々魔女の家系で守られてきたもののはずなんだけど、なんでそれが今こんな日本の片隅に？わかんない。でも実際この半世紀ほどの間、本物を目にしたって証明する人がいなかったから、やっぱりその存在を疑わしいとされていたらしいんだけど。ちょっとそんなものを手に取って開いちゃって大丈夫なの？少しだけ。動物の皮を縫い合わせて作られたような厚い表紙のその本は、委員長の手に持った感じを見るとずっしりと重いもののようだった。彼女はペラペラとページをめくり始める。現実とオカルトが完全に入り混じり、私は目の前に起きている信じられない事象をただ眺めていることしかできなかった。本はやっぱり日本語ではなくフランス語で記されていて、ところどころ魔法っぽい象形文字みたいなものまで混じっていた。
高校生の私も委員長にも読むことができないけれど、ところどころ日本語で注釈の書かれたページもあった。もしかしたら篠崎義江が書き加えたのかな。日本語注釈のあるページに出ているといいんだけど、確か呪術の中には。引き迫る表情でページをめくっていく委員長。どうしたんだろう。おろおろするしかない自分がもどかしい。やがて足が疲れたのか、今度は床に座り込んでページをめくる。そしてある場所で彼女は手を止めた。あったわ。え？ランド・オブ・コープス、死者の国への扉を開く呪術。これが多分天神書を作り出す呪術のベースね。いっぱい付箋が貼ってある。いろいろメモしてあるね。でもなんでページ全体をバツしてあるの？わからない。失敗したのか、途中でおじけついたのか。あ、でもね、そんなのどうでもいいの。これ、これよ、中島さん見て。ライズオブコープス、死者を蘇らせる呪術。これって嘘でしょ。死者をってそんなことできるわけがない。まだ常識にとらわれているの、中島さん。忘れたのかしら、私たち今どこにいるの。確かに起こっているすべてがすでに今朝までの現実のものではなくなっていた。だけどこういうのって大丈夫なの？倫理というか、超えちゃいけない一線というか。怖いの？え？あなたが怖いだけじゃない。相手のことを思いやってない。なすすべもなく、ゆい先生も鈴本さんも篠原さんも森重くんも、あんなひどい形で命を落としてしまって、しかも存在まで消されて、そんな現実認めるの？私は絶対認めない。あなただってそうでしょ。私の目から涙が勝手に溢れてきた。会いたいよ。何だっていい。みんなが帰ってくるのなら、聖子ともう一度会えるなら。大丈夫だよ、大丈夫。もう何も怖いことなんてあるものですか。私たち天神将の地獄を越えてきたんだよ。あとは心に従おう。私たちにできることがあるなら、あるしかないわ。帰らせれば、存在を消されたこの世にも強引に戻すことができるんじゃない？じゃあ実行しよう。よし、まずは鈴本さんからでいいかな。蘇生に必要な写真も彼女のなら持ってるから。私、わかった。まずは鈴本さんを蘇生させる。
儀式に必要な素材、虫の抜け殻や生き物の体の部位などは全て地下室に瓶詰め保存されていて事足りた。ナイフでごぼう星を描いた床の模様の上に幸せの幸子さんでも使用した片白を3枚並べ、真ん中に蘇生したい人の名前とそれを挟んで術者の名前をそれぞれ書く。筒本真由と。委員長の持ってきた鈴本さんの写真を片白の上に置き、自分の片白に息を3回吹きかけ、さらに自分の両手のひらをナイフで切ると、あふれ出た血を素材にかける。よし、行くよ。我慢して。そして本に書いてある通りに魔術の呪文を唱え始める。カタカナでルビが振ってあったから助かった。アリア、テメリア、ガンダ、アトリオス、イヌムス、カリート、テムラ。マナヌスカペラ、ウイカウイカ、ルート、トピーカ、ガンダ。儀式を始めて数時間ほど経った頃、委員長は呪文を唱え終えた。委員長、大丈夫？しっかり。開かれた本の中心に赤い文字のようなシミが浮かんだ。まるで血が飛び散ったような。これは…いけない！慌てて暗黒の書を火から隔離する。鈴本さんの写真は燃え尽きてしまったけれど、彼女の片白には火がつかずに残っていた。何これ、成功なの？この声は鈴本さんだ。私たちは手を取り合った。鈴本、声をかけようとした私を委員長が止める。何か、おかしい。何が？同じ場所をぐるぐる回ってる。開けっぱなしにしてきた回転場の隠し部屋の扉がきしんで開かれる音がした。足音がした。先ほどと違うのは、その音が階段を降りてきていることだ。未知のものへの恐怖か。私たちは体がすくんで動けなかった。上の階からゆっくりゆっくり
何かが降りてきた。鈴本さんだった。だけど顔が真っ黒。目も鼻も口も何もない。苦しさから上げる苦悶のような絶叫。人の声とは思えないぐらいの強烈な叫び声。死の淵にいる魂の端末魔。蛇術は失敗だった。地下室の床に仰向けに倒れ込み、もがき苦しむ鈴本さんのようなものを目の当たりにして、私たちになすすべはなかった。もがき苦しむ彼女の体に突如文字のようなあざが浮かび上がる。突然鈴本さんの肩代に火がついた。その直後、そのあざの形に血しぶきが走り、腕と首と太ももがあざの部分で胴から分離して、鈴本さんのようなものはピクリとも動かなくなった。彼女の片白も燃え尽きた。突然委員長が膝をついて倒れ込んだ。見るとさっきの鈴本さんと同じ場所、足と腕から血が流れている。歯が刺さってる。どうして、どこから飛んできたの？障害反動が大きいとは聞いているけど、この本、日本語じゃない部分は読めないし、考えなくていいわ。それぐらい何よ、私、平気。障害反動。必死に手で叩く。夢中だったから炎の熱さも感じなかった。消えて、消えて、消えてよ、消えてってば。いや、ダメだ、全然消えない。
かないの？辺りを見回すと、近くのペンキ缶に水がたっぷり入っている。これ！考えるより前にそれを掴んで、火に向かって振りかけた。魔の信仰を退けたまえ。大威徳寿凡悪運。院長が飛び込んできた女の人にしがみついて泣きじゃくってる。あの人がいつも話しているお姉さんなんだ。お姉ちゃん、やっぱり助けに来てくれた。どうしてここが分かったの？おね、揺れていても忘れないで、どんな時も